さあ始まりました、ポジドラ。どうも小高遥でございます。今日はですね、田中さんに開幕スタメン、はいはい、予想してもらおうと思います。荒ぶる神々、田中さんでございます。はい、田中です。よろしくお願いします。中日ファン、はい。で、結構難しいと思うんですよ。あのね、これ1ヶ月くらい前にさ、うん、ちょっと考えてっていう話をもらったじゃん。そうです、そうです。今日は撮りたいね。その時はもう考えるまでもないでしょと。ぶっちゃけね、あのもうもちろん1個か2個ちょっといじるぐらいじゃないっていうさ。キャンプ始まる前かなんかに井端さんが予想ポンと出してたんですよ、うん、開幕これでいくんじゃない、うん、それが全く僕と同じだったから。あ、そうなんだ。そういうレベルで確かに固まっているなとは思ってました、ね、思ったけど、こうキャンプ始まって、うん、おやおやおやと。わかるわかるわかる。いや、これ意外とむずいぞ。むずい。あれ、これはこの人、あれ出さない方が、はい、あれ、はい、っていう、はいはい、だから僕も難しくて、うん、開幕予想僕はまだ動画撮ってません。あ、そうなんだ。自分のやつまだね、はい、うん、なんで今日参考になればなと思って。そうね、うん、難しいけどね。はいはい、はい、で見てる方もね、これがいいんじゃないかっていうオーダーあったらぜひね、うん、コメントで教えていただきたいと思いますけども、はい、早速じゃあ行きましょう。はいはい、1番。1番。あーとね、まだちょっと迷ってる。正直まだ迷ってる。まあ迷ってるのもじゃあ後で聞かせてもらおうかな。はい。はい、じゃあもう、いいや、とりあえず、ここは。確で。確定。いや、ね。うん。1番。1番そんな迷うことあります？うん、これがね、俺、多分他の人はこれなんだけど。いや、もう俺は。けど、はい、俺はこっちがっていうのがあって。ちなみに開幕スタメンですからね。それもちょっと難しい。そうなんだよ、そうなんだよ。はいはい。いいや、1番、大島。おお、なるほど、うん、で、大島を使いつつ、後半で変わってるといいなっていう。なるほどね、まあ去年もよくありましたね、そういうケース。その、まあ併用しつつ、うん、後半戦で、大島の出番がなくなってるぐらいになってると。ああ、なるほど、そういうことですね。そうそう、なってると1試合じゃなくてシーズンを通して、シーズンを通してこう、徐々にはい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 、なっていくと最高なんじゃないかな。けど、やっぱり開幕は大島、うん。守備位置はちなみにどこにします？守備位置はレフト。ああ、なるほど、レフト。やっぱりそこはそうですよね。はい、 そう、それは井端さんと僕と同じです。あ、そうなんだ。はい、で、2番が、岡林。ああ、守備位置は当然。うん、センター。そう、あのね、岡林、あの、大島岡林逆じゃないっていうのとかもあると思うんだけど、うんうん、個人的には2番に岡林がいた方が嫌なのよ、なんか。なるほど、なるほど。あの戦うとしたら、はいはい、いや戦わないですか。戦うとしたらね。おじさんなんだから、なんで一緒にやれると思う。草野球じゃないですよ、彼らは。岡林が2番にいるとすごく嫌だなと思って。なるほどなるほど、はいはいはい。あの、普通とちょっと違う。ちなみに去年は、うん、8番土田が今リュウ君になりましたけど、リュウ君いて、で1番岡林でかなりこの2人で点を取ったんですけど、それでもまあ岡林2番のがいいんじゃないかという。なるほどね、ことですよね。そうそうそう、はい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 、そうで、3番か。でも怪我してんだよな。ということは、高橋石川はなんか報道で出てたら、昨日ぐらいの報道で、うん、今8割ぐらいですって言い方してたんで。なるほどね。ちょっと間に合わないかもしれない。そうなんだよ、間に合わない石川なんだけど、はいはいはい、間に合わない前提でサード、うん、3番高橋。今のところ井端さんと一緒です。あ、そうなんだ。で、はいはい、4番、うん、4番サードですね、高橋。あ、高橋はサード、はいはい、4番が、ごめん、ビシエド。あー、なるほど。ここはまあファーストね。今年はでも競わせるっていう話で、アキーノ選手、アルモンテ選手、うん、まあ大砲がね3人いる中で、まあビシエドがやっぱり4番じゃないか、とりあえずは。やっぱ開幕は4番。なるほど、っていうことかなって。はいはいはい。で、まあそうなってくるとっていうことで、うん、5番が、アキーノ。アキーノのライト。ライト、うん、ああ硬いね。今のところ迷ったっていう割には井端さんと全く一緒ですね。これやっぱ開幕っていうのがあるんだよ。まあまあね。まあね、開幕はまずこれでちょっと様子を見て、併用しながらっていうことになっていくんだけど、うん、やっぱまずはこうだろうなっていう。まあそうでしょうね、うん、前年までやってた人のメンツとかもあるでしょうし。そうそうそう、うんうん、でビシエドとアキーノのそのやっていく中でいい方を4番と変えたりっていうことがあるんじゃないかなっていう、うん、なるほど。ただ外野に関しては本当はもっと入れたい選手もいる。なるほど、それをちょっと後で聞きましょう、うん、じゃあ、はいはい。で、6番、6番がこの辺からどう渋いのかチャラいのか田中さんの考えが楽観的なのか悲観的なのか、その辺がね、この辺から分かってくるんですね、下位打線からね。6番は、木下。あ、
ちょっと渋めかな、うん、感覚的にはやっぱキャッチャーはね、うん、7、8番のイメージで6番を出せる、ね、ってことは後ろがっていう、うん、ところでもあるんだけど、まあまあ最初は木下かな、あまあそうでしょうね、キャッチャー、まあ、今日ホームラン打ってましたよ、オープン戦で、加藤が戻ってきて、まあそうか、加藤戻ってきた、アルモンテの加藤戻ってきた、そうそうそうで、加藤も結構ホームラン打ったりして、うん、調子は悪くないのよ、そう、この間練習試合でホームラン打ってて、そうそう、あの俺、神さんが隣の部屋に出て、うん、バーンって、加藤がホームラン打ったよってそう、バーンって飛び起きて、へーって言ってましたそう、そんなわけ、そう、だから悪くはないんだけど、うん、まあでもまあとりあえず行きましたから、うん、はいはいはい、まあそうでしょうね、いうところ、まあ開幕戦はですからね、そう、開幕戦はこの高卒の 山浅選手っていうのはかなり今アピールしてて、うん、そうだね、そうだね、軍事選手とあと怪我してる石橋選手をまくりそうな雰囲気もあるぐらいなんで、うん、ただこの間の試合で2つぐらいバッテリーエラー、パスボール打ちたから、まだちょっと壁性能としてはまだ弱い、まあ、高卒ですからね、そうそう、だからまだまあこれからだろうなっていうところがあるかなと、で、7番か、はい、7番は、まあリュック、あれえ7番、なるほど、はい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 、はい、ショートですよね、もちろんショートリューク、まあ体も今年はちょっとでかくなって、うん、あのこれはあのまあ去年よりもあの活躍してくれるんじゃないかっていう、バットはね、うん、触れてる感じはしました、みたいな、あのさらに成長して、うん、あの7番任せていいんじゃないかっていう、はい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 、はい、いうところ、なるほど、ということは、うん、セカンドでもここも、はい、多分視聴者さんも気になるところだとは思うんですよね、はい、セカンドって今2人、まあ、あるいは3人で争ってる状態なんで、うん、そうだね、はい、セカンド、うん、田中、おー、オール井端、あ、マジでマジで悩んだっていう割にはベタだなマジで、はい、マジか、あ僕もだから、さっき田中さんが言ってたように、うん、キャンプ始まったぐらいは全くその予想でした、あ、そうなんだ、うん、いや、田中じゃなくてさ、だって、なんだっけ、もう一人村松の方が、あ、ちょっと待って、井端さん村松にしてたかな、うん、もしかしたらそこはちょっと分かんない、村松の方が多分バッティング評価とかは高いはずだから、まあぶっちゃけ体も大きいし、はいはい、まあ、実際その田中選手は、バッティングっていうことになるとやっぱ体ちっちゃいし、うん、ちょっとどうかなっていうのもあるはあるんだけど、やっぱ守備がね、守備はもうだから、うん、プロで余裕で活躍ができるみたいなことは言ってました、だからもうあの二遊間をガチガチに固めてほしいっていうのと、まあバッティングに関してはこれからなんで、そうですね、でも足めちゃめちゃ速いですから、ね、そうで、バントがすごい上手いんだよね、はいはい、だから去年のリュークあるいは初年の強打のようなバッティングができれば、うん、できれば率はあるんじゃないかな、残せますよねっていうところで、まあ大学で1試合で6個盗塁したらしい、もうズルだよ、ほんと違う競技やってるよだからあのやっぱ開幕っていうことを考えちゃうとやっぱ、うん、これぐらい硬くなっちゃうかなって、なるほど、あでも確かに今村松田中問題で田中を取るというのは、うん、やっぱり名字が同じだから、違う違う違う、自己愛そこまで強くないそうなんですか田中っていう名字で自己愛強いやつやばいですもんね、やばいねめっちゃいるのに、田中って大体田中の名字嫌いだからねちなみにちょっと話に出てた、迷ってたみたいなことはどうなんですか、あの外野は、うん、まずね、ブラケン、ああ今めちゃくちゃ打ってますからね、めちゃくちゃ打っててちょっと魅力的なんだよね、いや、あるあるあるんだよね、だからその大島と併用したりとか、はいはい、っていうところ、俺なんなら多分これ視聴者さんはね、うん、いやそれはねえぞ大竹って言うかもしれないけど、うん、もうブラケン出てくんなら俺セカンド岡林にしちゃってもいいんじゃないかってちょっと思ったんですよね、あ、なるほどね、なるほどね、コンバートさせて、まあ、今年は無理でしょうけど、だからブラケン使うためにっていうことね、はいはいはい、うん、まあ、なかなかね今年は無理ですけど来年以降のこと考えたらあるんじゃないかと、セカンドやらせてもいいかなと思ったんですけど、うん、田中村松っていうもうプロ級の選手がいるってなると、ね、うん、まあちょっとね、いや嬉しい悩みですよね、そうだね、でその田中村松に関してはショートっていう選択肢もまああります、特に田中選手はショートで考えるんじゃないかっていう話もあります、はい、あと細川選手、あ、出た、あれでしょ、ね、現役ドラフトで来た、あの予想以上にいいんだよね、いや、やばい、あれあの人よりやばい、あのちょっと使いたくなるじゃん、はいはいはい立浪さんもかなり評価してるみたいなコメント、そうだよね、まあ、だからスタメンってなるとまあちょっとどうか分かんないけど、まあ一軍には、一軍にはで代打とか、はいはいはい、はい、でちょっと結果を見ながら、うん、もしかしたらちょっとまあ大島くとか、そうですね、っていう可能性は、大島はねやっぱすごい選手だけど、いつまでもやっぱりいてはいけない、そうですね、うん、そろそろ、そろそろ、まあ、
この去年でいう福留選手のようなポジションというか、こうみんなを見てくれるポジションというか、ね、そうだからもう大島選手のポジションを奪うような形でちょっとそうですね、なんとか出てきてほしいけど、やっぱ開幕スタメンっていうことになっちゃうとやっぱ大島かな、そうですね、うん、っていう感じ。細川選手はでも何者なんだと思って調べたら、うん、去年もオープン戦めちゃめちゃ打ったらしいですよ、うん、らしいね、オープン戦はすごいでしょそれもありで、だから変化球にどれだけ対応できるかっていうところになってくると思うんですけど、今現時点では相当いい、だからブラケン、うん、だから細川、あと鵜飼か、鵜飼、あと福本、福本ね、福本、この辺はね相当争い過激になってます、悩むよね、もう誰も使いたいしっていう、そうですね、うん、で外国人選手もアルモンテ、アキーノ、ビシエド、アルモンテもねいいんだけど、やっぱ外国人枠っていうのがちょっと問題になって、はい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 、まあ開幕だとあるんだけどキューバ勢がね、おいで、あれですもんね、セカンドは田中村松どっちです、うん、そうで、サードは高橋か石川、石川これとんでもなく選手の層厚くなってきてると思うんですけど、うん、ね、そうだから石川にまた出てきてほしいね、そうですね、うん、あ、まあ誰をこう上げたとしても結構ポジティブに捉えられるから、ポジティブ感じですよね、今年は、うん、あのいなくて仕方なくとかじゃないよねいや、名前は挙げれないですけど、うん、いましたよ、今まで今までいたねいねえからなって お前なるほど、ただ僕の印象はかなり固い予想してきた、まあ、当たることはあり得るかな、そうだねと思いますね、うん、僕はだからセンター岡林にして、うんうん、レフトレフトアルモンテにして、アルモンテライトをアキーノにするぐらいのファイヤーフォーメーションを出してほしかったんですけどでファーストビシエドを置いて岡林死んじゃうからそうなるとあとセカンドとショートも死にますからね、そうだね、そうだね、動きがそうだねなるほど、いや、そとしてはこんな感じかな、なるほど、うん、結構固い予想かなと思いました、はい、皆さんどう思いますか、はい、ぜひコメント残してください、以上、ポジドラでございました、はい、ナイスゲーム、ナイスゲーム。